ここでは、ケニアの地方行政について述べる。ケニアは独立以来、8州の下に71の県262の軍、地区に分割されており、中央集権体制であった。しかし、2010年の国民投票によって、新憲法が制定され、州を解体して47のカウンティを新たに設置し、カウンティ政府法によって、カウンティの下には、サブカウンティ、区、 村という区画が設置された。カウンティ政府は中央政府より多くの権限が渡され、休業制区画や中央より予算、職員も配置、移動された。また、2013年以前までは行政区画とはまた別に言語別区分の選挙区が置かれていたが、今後はサブカウンティが選挙区となる。ケニアのカウンティ。ケニアには47のカウンティとサブカウンティが 設置されており、地方自治を担当する。なお、サブカウンティは、休業制区画の県との領域が一致するところが多い。ケニアの州区分。ケニアの軍区、地区の区分。再編成前は9の州と71の県26、262の軍区、地区が設置されていた。ケニアで地方分県始まる。ありがとうございます。